こんにちは、台湾チャンネルです。キャスターの永山秀樹です。大家好，第一台交流频道现在开始啦，我是永山叔。今天只用日语进行，台湾朋友们请见谅。本日は日本語だけで番組を進めます。そして、今日はゲストとしましてロ・エルカーさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。はい、まず最初にそのエリカさんが着用しているそのジャンパーなんですね。はい、これはあの、まあ、台湾人なら誰でも知ってるジャンパーですね。はい、はい、民進党支持者だったらいいなと思うんでしょうけど、国民党支持者を見ると石をぶつけたくなるようなジャンパーですね。はい、そうですね。これちょっと説明していただけますか。あ、こちらですね、はい、2024年の、はい、まあ、台湾大総統の選挙の、はい、まあ、グッズっていうか、うん、まあ投票2日前に、はい、まあ、寄付すると、まあ、いろんな、景品をいただけるので。2日前までにね。そうですね、はいはいはい。で、まあ、ちょっと私、それまでにちょっと寄付することはできてなくて、はい、まあ、その後になってちょっと、友達にお願いして、ええ、なんとか手に入れました。このジャンパー、はい、ね、寄付するともらえるんですね。そうですね、はい。これあのこの人がこの間、当選した頼清徳さん、民進党の候補者ですね、はい。でこの頼清徳さん、あるいは民進党の国会議員の選挙も、選挙活動もそうなんだけど、みんなこのユニフォームのようにこのジャンパーを着てたんですね、はい。でその応援する支持者も着てたんでしょ。そうです、そうです。だから面白いですよね、その選挙でね、はい、その政治家も民衆も同じジャンパー着てね、はい、それで一つのチームなんでしょ。そうですね、うん。ちょっとあ後ろちょっと、後ろちょっと見つくれますか。見えますかね。はい、ここに、はい、ティーム台湾ってありますね。 ありがとうございます。これがね、なんだろう、合言葉というかね。そうですね、うん、はい。これティーム台湾、どんな意味があるんですか。まあ英語での、 意味だと、まあ、台湾チームっていう、うん、そうですね、まあ、そのままなんですけど、はい、あと、まあ、台湾語っていう、あと台湾語、まあ、向こうの言葉で言うと応援するっていう意味合いなんですよ。ティーン台湾っていう、はい、っていう、そういった意味も含めて、はい、ティーン台湾っていうのは、台湾を応援するという意味ですね。そうです、そうです、はい。ティーン台湾と似てますよね。そうです、そうです、はい。なるほど。なぜ民進党を応援するのが台湾を応援することになるんですか。国民党を応援したら台湾じゃなくなるんでしょうか。そうですね、やっぱり多分、まあ、存じてる人は、まあ、存じてると思うんですけど、うん、はい、やっぱり台湾を一番考えてるのが民進党しかないなって正直思います。で国民党とかと民衆と、うん、郭文鉄の、はい、政党ですけど、うん、まあ、そっちは、まあ、もう最初選挙の、まあ、一番初期からもう自分たちは中国の代表としてって言ってたので、やっぱりそうですね、やっぱり中国から、うん、中国から、はい、出てほしいって言われたりとか、そういった発言もありましたよね。中国側からね、そうです、期待されて、はい、そう出馬してる人たちでしたね。そうですね、やっぱりそういう人たちを応援するわけにはいかないので。なるほど、はい、台湾も守りたい人に民進党というそういう。そうですね、なるほどね、はい。これ日本でも来てるんですか。いつもこのもちろん毎日会社来て会社に行ってます。後ろにねティーム台湾書いてあって、その台湾を孤立を思わない国の人出身の人、はい、なんかこう危害加えなければいいけど、毎日その人たちの前でうろうろしてます。そういう人はね、いないんだけど、たまにねそういうの見てカッとなる観光客もいるんですよね。はい、はい、台湾の台湾人大嫌いな国というのが一つありましてね、うん、はい、まあ、お気をつけください。はい、ありがとうございます。はい、それからもう一つ、ロさんの出身地の台湾にまつわるものがあるんですよね。はい、これは何でしょうか。これは切手ですね。そうですね、台湾市、400年記念の、記念切手ですね。台南、南部の台南、まあ、はい、今は台北は首都ですけどね、昔都は台南だったんですよね。台南の400年ってのは、これは台南の400年ってのはすなわち台湾の400年でもあるんですよね。そうです、そうです、はい。ちょうど400年前に台湾の歴史時代が始まるということなんですね。そうですね、はい。これなんかヨーロッパ風のね、お城が見えます。こちらオランダ時代ですね。これはなるほどね、
ちょうどですね、今年は2024年なんですが、その400年前の1624年にオランダがこの台南で、まあ、この拠点を築いたんですね。はい、そうです。はい、オランダ統治時代が100年前に始まったということですよね。はい、でこの台南400年、台湾400年を記念する、これはどういう意味があるかというと、やっぱりですよね、あの中国がね、うん、もう古来中国の台湾は古来中国領土と一生懸命強調してね、台湾は中国の一部って、うん、まあ、共産党も言ったし、昔は国民党も言ってましたけどね、はい、そうじゃなくて台湾の歴史が始まるのはこのオランダからだよと、うん、という要するに台湾は中国とは全然違う独自の歴史があるんですよ、あの中国史の一環として見ないでくださいと、もともと台湾、昔から将来はもともと台湾は中国の一部だけどって言い方を中国がしますね、うん、だから台湾は一緒にならなきゃいけないって言うんだけど、そうじゃなくてもともと中国じゃなかった。そうです、うん、一番初めに統治したのはオランダ、まあ、もちろんその前から原住民の人たちはね、はい、あのすごい生活してるわけですけどね、まあ、その歴史時代に入ったのはオランダだというから始まったという、そういった強調があるんでしょうね。だからそうですね、ちょっと薄くなってるんですけど、うん、まあ、薄くなってるというか、ちょっとあまりあのね、ちょっとここに、白字で書くいろんな、はいはい、年代でこう書いてありますね。そうですね、はい、ちょっとこれ面白いんで解説しますとね、はい、ここに何て言うか1624で、ね、400年前、はい、でこの絵がですね、これ台南行ったことある人みんな見たことあると思いますけど、石棺楼っていう建物なんですね、はい、これはですね、これはもともとはオランダ人が築いたプロビンティア城の跡地、はい、城跡なんですよね、建ってるんですよね、はいはい、でその後にここには1662って書いてあるんですね、はい、これは、オランダ人に追っ払ったのが帝政公なんです。帝政公の一族がこれ東寧という国を作るんですね、台湾をオランダ追っ払って、でそこを今度自分たちの国にするわけです。よく帝政公は民国の人だっていう人いるんですけどもね、うん、だから民国がオランダから台湾を取り返したっていうんだけども、冗談じゃなくて民国は台湾を閉じたことないんです。中国が閉じたことないよね。ないす。でしかもその帝政公がここに来た時、オランダの領土からオランダ人を追放してここで拠点を築いた時、すでに民国はもうないんです、滅んでます、はいはい、で、東寧もう東 の、あの安寧の国ということでね、中国は内戦ばかりやるけれど、それとは関係のない独立国ってものを作ったんですね、帝政公の息子がですね。でこれは帝政公のお祭る廟なんです、台南にあるんですよね、はいはい、でその次ここに、1683年、この東寧王国を滅ぼしたのが清国なんです、はい、でそうで台湾は清国領になる。で今まではですね、この海洋国家だったんですね、この貿易で発展した、ここまでは帝政公の一家もそうです。これ帝政公って海賊ですからね、オランダもこれ大航海時代にその大航海の一環として台湾まで来たわけですよね、はいはい、でこの海洋時代が終わって清国時代に入る、そう、停滞するんですね、はい、大陸国家の準備として。ところが18世紀になりますと、このアヘン戦争後にこの台湾開港されましてね、で台南もここの外国人いっぱい来るんです、はい、でこれはそのキリスト教長老教会の教会である台湾教会じゃない、そのキリスト教 の、このイギリス人スコットランド人が建てた神学校ですね、神学院、はい、台南神学院でしょ、はいはい、そして1895年になりますと、今度は日本時代に入るんですね、はい、でこれがその日本統治時代の建物です。これ台南警察署、今美術館になってるんです。そうです、そうです、うん、なるほどね、まあ、こういう歴史がある。それから1945年、今度は中華民国時代になります。まあ、この時はまだ法的には日本の領土だけど、まあ、その中華民国は勝手にこの台湾を占拠しましてね、うん、で今日まで今日に至ってるということなんですが、そういうふうにですね、このオランダ、東寧王国、日本、清国、日本、はい、そして中華民国と、まあ、こういったですね、この台湾独自の歴史ってものがあるんだよと。で、それぞれの時代を示すこういった優れた建築というかね、まあ、これ意義ある遺跡もありますよと。そして今こちらですね。でこれは、まあ、これ台南博物館だったですかね。あ、そうですね、はい、はい、これはごめんなさい、図書館、図書館、はい、でこれは要するにその
図書館、まあ、文化中心、まあ、過去の歴史も含め未来に向けてね、台南のこんなんだろう、まあ、象徴となっている新しいあれですね、はい、まだちょっと見と行ったことないんですけどね、はい、こういった切手が、2月の23日、はい、明日ですね、明日ですね、はい、はい、発売と、まあ、あの昨日からもう先行発売したそうですけど、そうですね、あの買わなくていいんですか？あのもう家族に頼みました。ああ、なるほど、はい、あのまあ、こういう切手があって、この、まあ、綺麗ですよね。で、綺麗なだけじゃなくて、こういったやっぱりこの一つの台湾の一つの主張ですよね、はい、台湾も台湾400年の台湾の歴史は400年、しかしその400年の中には、豊かなこの内容がありますよ、少なくとも中国とは全然違うんですよというね、台湾は中国の一部というそのいう人々、あるいは そういったデマに騙される人たちに対してですね、いや台湾はねそうじゃない、もっと誇りある独自の歴史がありますよ、そういった強調 と受け止めていいんじゃないかと思いますね。はい、はい、そうですね、はいはい、そういうわけで、まあ、ぜひですね、あのまあ、これまたこの番組の紹介していきたいんですけど、今後台南の、まあ、今年は400年ということで、いろんなね市内でいろんな行事が、はい、記念行事があるということなんでね、まあ、そういうのちょっと注目していきたいなと思いますね、はいはい、それでは次なんですけども、前回のこの番組、先週のこの番組でちょっと、お伝えしましたが、これは都内にあります日本唯一の国立図書館である、国立国会図書館で、この国会図書館でちょっとあの台湾に関して、ちょっと大きな問題が発生したんですね。台湾人を怒らせる、はい、そういった事件が発覚、事件というか、そういうことがあるということが、分かりましてね、でちょっと問題取り上げました、はい、この国会図書館で、まあ、この利用者登録ということができるんですね、オンライン でその時、まあ、世界中の人が、そういう利用できるものですから、まあ、この英語 この登録ページがあるんですけどね、でここにですね、こう、まあ、名前とか、ね、登録するんですけど、住所とかありますね。それからその居住国も登録するんです。そうするとこの、その、選択のリストがありましてね、そうするとここをクリックするとこう出てくるわけですね。で、台湾はですね、このツバルの下にあるんですね。タンザニアの上にあるんですね。で、台湾ってあるんですけどね、プロビンスオブチャイナってなってるんです。台湾プロビンスオブチャイナ、これ何かというと台湾中国の一省、要するに中華人民共和国台湾省って意味なんです、つまり台湾の人々は国会、日本の国会図書館を利用するときは、中国人という身分を押し付けられるということですね。これは間違ってるんですよね、うん、間違ってるばかりか、この中国のプロパガンダ、危険な覇権主義の危険なプロパガンダに従っていることになるとともに、台湾人の尊厳感情ともの ひどく傷つけている、国会図書館そのことやっていいのかという問題があった、まあ、そういうことを、先週のこの番組ではお話ししました。それで、実はこれがですね、まあ、その後その先週この番組をでお伝えした後にですね、この抗議の呼びかけをやりましてね、でその結果、直ったんです。速やかに直したんですね。これご覧ください、さっきツバルってあって、まあ、タンザニアもありますが、その間台湾 あのプロビンスオブチャイナが消えたんです。台湾は台湾になった、はい、まあ、抗議が走行したということですね、はい、まあ、それでよかったわけなんですけどね、まあ、よく速やかにやってくれたなと思いますね、うん、あのそう、あのこういう問題はですね、あのなかなか、この日本の公務員っていうのはね、やりたがらないんですよ。なぜかというと、うん、中国を怒らせるようなことを やっちゃいけないっていうね、そういったなんかあるんですよね。だからすぐには直さない、まあ、実際僕最初に電話した時はすぐには直せませんよなんて言っていたんですけど、うんうん、まあ、よかったんですね。ただ、まあ、日本人がそういう話聞いても、まあ、それ直すの当然じゃないので終わっちゃうかもしれないけれども、実はこれはこれで実はものすごく大きな問題が含んでそこには、あるわけなんです。それについてちょっとお話ししたいと思いますね。これは、まあ、誤りをただ直せばいいんじゃないのという問題だけでは解決できないものがありますね、はい、なぜならばですね、そもそも、まあ、実は僕はその SNS を使って、まあ、抗議を呼びかけは日本人向け、あるいは台湾人向けに行ったんだけども、
まあ、台湾人の反応すごかったんですけどね、はい、日本人はあんまりやっぱり熱心にやってくれる人も何人もいましたよ、うん、はい、一緒に抗議してくれる人でも多くの人はあんまり関心やっぱり持たない、うん、関係ないんじゃないのと、それが問題なんですよね。これ大きな問題じゃないの、これまずいんじゃないのと、中国のプロパガンダ、要するに中国というのは台湾は中国の一省だという、そういったデマ宣伝に基づいて台湾侵略を正当化しようとしているわけでしょ、うん、だからこういうプロパガンダは絶対拒否しなきゃいけない。ところがそれに騙されている日本人がいる。しかも日本の国会図書館が、日本の国家機関が、しかもその、この日本の文化を支える国会図書館がこういうプロパガンダを報じて、そして、世界中を騙しているという、誤解を与えている、台湾人を傷つけている、うん、これ日本人はですね、やっぱり主権国家、日本の国民としてはですね、これは中国の、我々は中国の属国じゃないんだぞっていうぐらいにいかなきゃいけない問題なんです、だからそういうことをまず強調したいと思いますね。それから、今回その台湾の人たちどんなふうに反応しましたか。実は、一般の国民だけじゃなくてマスコミも、それから台湾の政府もね、怒っちゃったんですね、はい、それぐらい深刻な問題をなぜ今まで国会図書館は放置してきたのか、うん、ということですね。どんなにですね、こういうその中国にこびるような誤りを、ね、放置して、まあいいんじゃないのという軽い気持ちだったと思うんですね、うん、国会図書館はね、するとこんなバカなことやっちゃうんです。本当に中国に迎合するってのは本当にバカで、はい、バカバカしいですよ。これはですね、台湾の僕の友人がね、はい、国会図書館から資料を取り寄せた時の風潮なんですよね、ちょっとこれ 見えるでしょうか。あ、こっち、はい、ちょっと下見てもらう、ま、拡大したのを見てもらいましょうか、下の方、はい、でここにまあ名前があってね、ここに住所があって、でこれニュータイペイシティというのは新北市ですね、で台湾ってあるでしょ、台湾、はい、ね、その後にですね、まあ、これは郵便番号があるんですけど、ここ見てください、また台湾出てくる。で台湾プロビンスオブチャイナなんですよ、中国の一省台湾って、台湾に郵便送ってんの、もうバカじゃないかと思いますよ。プロビンスオブチャイナっていうのは中華人民共和国台湾という意味ですからね、はい、台湾省という意味ですからね、ところがこれで登録しちゃってるもんだから、これをいちいち出すんですね。でまたここに台湾出てくる、間違ってますね。でここにですね、これが特徴、この国会図書館の台湾宛ての郵便物の特徴なんです。ここに台湾って書くでしょ、うん、これなんでかって、いつもね、こう台湾って書くらしいんですよね、あそこは。なぜかというと、ここに台湾って書いておかないと、プロビンスオブチャイナって書いてありますから、郵便局が、日本の郵便局が間違って中国を送っちゃうからなんです。だから中国じゃないよ、台湾だよって、ここにちっちゃく書くんです、矛盾してますよね。そうだったら最初から台湾にしろよと。そう、うん、なんでこのバカみたいなことやるんですかと、うん、で実際にこれ中国行くんですよ。昔僕ね、チャイニーズ・タイペイを台湾に改めようって産んでた時に、うん、実験したことあるんです。チャイニーズ・タイペイって国名ね、うん、チャイニーズ・タイペイって書いて郵便送ったんですよ、台湾に、うん、はい、そしたらやっぱり中国行ってるんですね、うん、それでその後また戻ってきたらしくて、すごい台湾に着くまでものすごい時間かかってる、うん、これもこういうことやったら多分時間かかるんじゃないですか。だからこういう無駄なことをやったら最初から台湾でいいじゃないですか。ここに台湾って書いてありますよね、これだけでいいんですよ。だけどもそれでもこういう、これじゃあ郵便局も混乱すると分かっていながらも、こういう故障をそのままにするという、これが日本人の多くに持たれている感覚ですね。中国を怒らせるんであれば、台湾は中国領にしておけばの方がいいやと、台湾人のこと、台湾の主権とか尊厳とか考えてない、そこに台湾書かなければ、うん、台湾に届かないってことは、要はその表記は、はい、台湾じゃない、はい、すなわち、ね、すなわちは台湾は中国一部じゃないから、うん、台湾に届かないって分かってるはずなのに、そう分かっていながら ね、そういうことやるんですよね、はい、で今回ですね、はい、まあ、この今回台湾に変わったということで、うん、まあ、台湾でもね、大きな、まあ、報道されましたよ、これ十字報ですね、はい、これ、2月22日ですね、21日に変わったのかな、はい、ここに書いてありますね、抗議してよかった、抗議は役に立ったよ、国会図書館が中国台湾省を正しく台湾にしたよ、もう大きく報道されてるわけですね、でちょっとこの
こういう訂正が行われるまでのですね、ちょっと台湾側の反応をちょっと振り返ってみたいと思うんですね、はい、あの台湾で本当にね、これ、まあ、先ほど言いましたようにマスコミも大きく取り上げたしね、はいはい、まず一つはですね、これまずは僕がこれは自由時報に投稿した文章です、これ読者投稿欄なんですけどね、ここにですね、日本の国立図書国会図書館に抗議せよと、台湾は中国の一種になっているぞという、まあ、そういった内容で書いてあるんです、うん、で僕はこの誤りを気づいた経緯をこう書いていますね。で僕は何を訴えたか、まあ、いろいろ書いてるんですが、これをですね、まあ、これはまあ一つの読者投稿の一つだったんですが、これがやっぱり台湾の人々にはもう許し難い状況だってことになったらしいんですよ、うん、ちょっと下見てもらえますか。すぐにですね、今度あのフォルモサテレビ民視 そのニュースチャンネルがですね報道しましてね、で僕がこの書いたその僕がこの誤りを発見する経緯そのまま伝えてます。ちょっとこれは僕が書いた物語ですね、こういうことです。僕の友人の日本文学の研究者がですね、まあ、資料を取り寄せようと思って、まあ、利用者登録をやろうと思ったら、まあ、その台湾省しか選択できない、台湾という選択肢がない、そこで台湾は台湾ですよ、中国の一省じゃありませんよっていうクレームをつけたんです、うん、ところが国会図書館は返事なしで涙を飲んで、その中国の一省という選択をせざるを得なかった、うん、でその話を僕が聞いてですね、こちらご覧ください、そこで僕が、台湾に直してくださいと要求したと、そしてその国会図書館の中には中共の代理人がいるんじゃないかと僕は思いますよ、僕そこまで言ったんです、うん、だってそうでしょ、そうです、ね、わざわざなんで台湾中国台湾省ってわざわざ書くんですか、うん、絶対そのいるんじゃないのって、中国人とかその日本人の代理人いる、日本人のね、はい、犬みたいな人いるんじゃないですかって、もしねこの改正あの修正に応じないやつがいたらそれが怪しいよってぐらい僕言ったんですよ、はいはい、そしたら図書館はいやちょっと検討します、でその後また後日僕が電話をして訂正する気はあるんですか、そしたらいやこれはねこういう地域表記国名表記は ISO の企画した国名の名簿に従ってるんですって言い方したんです。要するにあの前回も詳しく説明しましたが、うん、ISO ですね、はいはい、ISO がですね、このまあその世界各国の国あるいは地域のですねこのその名称の国際表示国際規格というものを行ってましてね、で台湾の場合は、台湾プロビンスオブチャイナ、中国の一省である台湾になってるわけですね、中華人民共和国台湾省という意味ですね、でこの、ISO の規格に従ってんだというんですね、はい、で僕はですねそれを聞いてなんか堂々とそういうふうに言うもんだから、それであこれは直す気ないなと、うん、ISO がそう言ってんだからあの我々の問題じゃありませんって、これを盾にね、はい、拒絶するなって気づいたと思ったんですよ、うん、僕も長年この台湾の問題で政府といろいろとこうやってますんでね、こういう要求やってますから、はい、あの公務員ってのはこういう何かを変えるの嫌がるんでね、うんうん、それで僕は最終的というかこういうふうにことにしたんです。これはもうダメだったんで、でも図書館にこう言ったんです。 ISO っていうのは台湾側の同意も得ずに勝手にですねそういうプロビンスオブチャイナっていう名前をあの規定したんだと、そんな悪名高い ISO、 悪名高いんですよ、台湾で悪名高いんです、うん、いつも台湾からの抗議を無視してねあのプロビンスオブチャイナなんて言ってるんだから、そんな ISO の言うことを聞いちゃダメだと言ったんです。そしてでもこれじゃダメだなって言うんで台湾の皆さん抗議しましょうと言ったわけですね、うん、はい、それがこの投稿の内容なんです、はい、で僕が言いましたのはですね、まあ、日本人ってのは台湾は一つの中国二つの政府ぐらいしか考えてない、だからこの図書館って変えないかもしれない、だから台湾の人々が強く言わなかったら分かりませんよと、うん、でしかもねその、まあ、台湾有事は日本有事というように、まあ、中国はですね今その台湾は中国の一省というそういう名目でね、うん、そういう理由で台湾侵略を正当化してるわけじゃないですか、はい、だからその日本人台湾人も日本人もそういった宣伝を打ち破んなきゃダメ、一つの中国の宣伝を破んなきゃダメだ、だから台湾の皆さん声を上げてくださいと僕は呼びかけたんです、はい、うん、そしたらですね
食べるんです。みんなやっぱり声結構上げてくれたし、うんはい、さっき言ったようにツイッターとかねフェイスブックで、うん、声かけすら呼びかけたら結構やってくれたようですね、うん、それから真っ先に動いてくれたのがいつもこの番組でゲスト出演してくれる大塩先生、うんはいうんまあ、大先生と僕はいつも一緒になってやってるんでね、うん、で大先生もいろいろと呼びかけてくれたそうです、うんそれからですねもう一つ、これは日本のその台湾人団体の連合体である、全日本台湾連合厳重に抗議するとありますね、はい、で ここにこれを見るとですね、求めたこと書いてあるんですよね、うんまあ、要するに早急な改善を求める、はいはい、それからね、この、要するにこの中華人民共和国台湾省とするのは、これは台湾人にとって非常な侮辱であり事実とも著しく異なると、うんで台湾は独立した主権国家であり独自の政府経済文化を持っています。共産党独裁体制の中国とは全く異なる極めて成熟した民主主義国家で決して中国の一部ではありませんと。それから日本もまた、この中国の立場を理解しても承認はしてないと、うん、要するに台湾は中国の領土と認めてないわけじゃないですか、はいはいそして、こういうこと言ってますね。国立国会図書館の使命は真理が我らを自由にするという確信に立って憲法の制約する日本の民主化と世界平和とに寄与することを使命としてここに設立されると、まあ、そういうふうにこの国会図書館法には定められてるじゃないかと、それと実に高邁な理念が打たれていますよね。台湾を併存すると公言し台湾は我々の領土と虚偽のプロパガンダを重ねる中国におもねるような姿勢は国立国会図書館の精神に反するものと思われますということでプロビンスオブチャイナ台湾プロビンスオブチャイナを台湾に是正するよう求めます。これもっともですよね。これを受け取った 国立国会図書館もしそれでもねこの表記を改めないというのであればなんて言うんだろうそれでも日本人かというそれでも人かという、ね、そういうことになりますよ ね、 そ う、 ねそうなれば本当にねこれ直接も抗議運動、うん、直接行かなきゃダメかなと思ったぐらい、はい、本当にまっとうなこと書いてるんですよ、うんはい、そしたらですねこの抗議文が、これは自由時報ですかね、そうですね、はいまあ、多く報道されましてね、はい、この全体連が厳正抗議を行ったってニュースになったんです。そしたらですねその後これは台湾の外交部、外交部がですね、外交って外務省ですね、台湾の外務省はですね、はい、図書館に抗議をするよう、駐日大使館にあたる代表処にね指示を出したと。だから、この国会図書館には台湾政府からも抗議が行ったようなんです、うん、はい、まあ、これぐらいマスコミだけじゃない台湾の政府も動くんです。当たり前なんですよ。日本がねもしよその国が日本は中国の一部って言ったら日本政府の国民も怒るの当たり前じゃないですか、うん、同じように台湾人も怒るんですよ、当たり前なんです。ところが日本の人々はね自分の国の国会図書館がねそんなバカなことをやっていてもあまり気にしない。それはなぜかというと、うん、まあ台湾も中国の一部だようなもんなんじゃないのっていう漠然に考えてるから、うん、なんとも思わないんですよね。それじゃいけないわけなんです。だから今回ですね先ほども言いましたようにですね台湾有事は日本有事と言いましてねこの台湾は中国のもんじゃないというそういった認識をしっかり持たないと抑止力高めるのが困難になるんですね。だって日本国民の中にいるんですよ。台湾は中国の一部なんだから、はい、結局その台湾問題は中国の内政問題なんじゃないのって中国の言ってること本当なんじゃないの。だからこれ軍備増強やめようよ中、うん、台湾維持にかかっちゃいけないよそういう声はこれ必ずこれからどんどん高まるんです。もうすでに起きている。そんな時にですね国会図書館がですね台湾は中華人民共和国の一省だというそういう表現を行っている、それ今台湾人々がこれだけ怒っている。これに対して日本人何とも思わないじゃダメなんですよね、はい。そういうわけで、幸い国会図書館もさすがにこれは拒否できないと思ったんでしょうね。明らかな誤りなんで。それでこれは2月の20日の夜ですね、はい、直しました。さっきのようにそして直したら
今まで講義をしていた、まあ、日本人とか、まあ、日本語で講義した人々、それから英語で講義していた人々に、うん、それぞれ日本語、台湾語で、まあ、同じ内容ですけども、この通知してます、ちょっとこれ読んでみますね、ここから読みますね。国立国会図書館のサーチでの国名表記については国際標準である ISO、のこの、まあ、規格に沿った表記としておりましたが、言ってますね、そう、アイスにしたかったの、はい、台湾の英語表記が、まあ、要するにアイスが用いるその台湾、まあ、アイスはですね、まあ、要するにその英語のアイスの英語の国名名簿に台湾が中国の一省になっていたんですね、はい、台湾の英語表記が日本政府の政府機関がホームページ等で使用する一般的な表記と異なることが判明したため、その表記に合わせて台湾と修正することにしたと。で、2月20日夜間に修正済みです、まあ、こういうことが書いてあるんですね、要するに他の日本政府の日本の政府機関のホームページは大抵まあ台湾になってる。だからプロビンスオブチャイナ、あ、プロビンスオブチャイナっていうのはどこにも書いてないから、だったら、国立図書館もそれに合わせて台湾にしますよと、まあ、そういうことなんですけどね。これ見てちょっと怒り感じるんですよ。今謝ってないですね。はっきり言えばじゃないですか、台湾は中国の一省というのは重大な誤りでした、ここに、このお詫びするともに訂正いたしますって、なぜ書かないのか。日本の、ね、他のホームページが台湾を使っていた、まあ、我々はこの ISO を使ってのに沿った表記していたけど、日本のホームページ他の機関はそういうふうにやってないからそれに従いますよ、全然反省してない、うん、これが許せないんですよね、これでもね、これが日本の政府なんです。やっぱり中国の怒るようなことはね言わない、台湾は中国のもんじゃないなんてこと絶対口出されても言わないのが日本政府、これも一つの、まあ、我々に問題の、まあ、一つのもう一つの問題の所在を教えてくれますね、うん、これじゃダメなんですよね。これはですね、今ちょっと名前消してありますけどね、これは台湾人と結婚した日本人に宛てたメッセージなんですね、はい、でこの日本人がこの図書館に送った抗議文ちょっと見させてもらったんですけどね、はい、要するに私の配偶者は台湾人で、子供たちは台湾と日本の混血、うん、でその子供たちにとっては台湾は祖国で、その祖国がですね中国の領土と言われている、今中国は台湾を侵略しようとしている、まるでもう侵略されて占領されたような、そんな表記をね国立図書館がやっているのを見て本当に悔しかったと。で、台湾は中国じゃないのでぜひ改めてください、そこまで書いてるんですよ。ところがそれに対する返事、まあ、これもう全部一律の内容なんですけどね、ごめんの一言も書いてないんですよ。これ本当にね、まあ、やっぱりこうやっぱり中国に迎合するやつってのは、こんなもんだなと思いますね、はい、多分中国に見せかけるためなんですよね。要は台湾の抗議の圧力に屈してるわけじゃなくて、はい、まあ、メンツのためでもあるんでしょうね。まあ、それはそうですね、うん、はい、で、まあ、今回台湾の メディア各紙に報道されたでしょ、はい、この問題、うん、そうするとね今度中国政府がそれを読むんです、はい、だからおそらく中国大使館はこの国会図書館に言うと思いますね、うん、あいつらの仕事ですから、うん、今台湾人が騒いでるんだけど、これプロビンスチャイナ改めちゃダメだって圧力かけたんじゃないかと思いますね、うん、だそういうのもあってね、こういう、まあ、別にそのプロビンスチャイナは悪いとは思いませんが、他の日本政府、日本の他の政府機関はみんな台湾で帰っていくから、それに合わせただけですと言うんじゃないかな。まあ、なさそう。ね、お前、許してあげようか。ね、うん、そういうことで、実際日本政府の他のホームページに合わせてね、うん、例えばタンザニア、さっきあったけど、はい、タンザニア表記もちょっと変わったりね、はい、いろいろやってるんですよ。台湾だけじゃないんですよ、変えたのは。うん、つまり、私たちが直すのは台湾だけじゃありません、他の国も直しましたよというそういうアリバイ作りというかね、はい、本当にやることはバカバカしいですよね、うん、でもこれが日本の実態です。これで日本は中国と戦えるのかという、うん、そんな、懸念を持たざるを得ないですね、はい、そういうわけで、まあ、今回、まあ、やっぱり、ね、ちょっと嬉しかったのはやっぱり日本人、まあ、日本人も結構ね、うん、抗議してくれました、はい、日本人と台湾人が一緒になってね、うん、一緒になって抗議をして、で、まあ、日本のちょっと平和ボケの台湾中国のもんでいいやというようなその公務員たちの目を覚ました、うん、はい、
これすごく大事なことだと思いますね。先ほど言いましたこのアイソなんですけどね、このアイソのプロビンスオブチャイナ、台湾は中国の一省というこういう表記がですね、世界中の組織とか、まあ、団体とか企業のホームページ、あるいは国会、国連、国連にも影響を及ぼしてるんですね。でこういうものは正したいけどアイソは直さない。なぜかというと中国は直させませんよね。そういうわけで、そうでもね、だからじゃあ放置していいのかっていう問題なんです。まあ、台湾はアイソに参加できないままにいるけども、日本や世界中の百何十カ国が入ってるわけですよ、これ正しましょうという声を上げなきゃいけないわけなんです。なぜならば台湾は中国の一省ということはであれば、中国の主張が正しくなっちゃう。台湾は中国の一部であるから、その台湾のどうしようと、それは中国の内政問題であって国際社会は関与しちゃいけないという、中国のデタラメな主張がまかり通ることになってしまう。だからこういうのをですね、やっぱりこう少しずつというか、このアイソの問題もね、一つなんだけどね、この世界中の認識を変えていかなきゃいけないわけですよね。そういうわけで今回のその国会図書館のこの訂正というものはですね、やっぱりこの強調したいと思いますね。でこれを訂正させたのはですね、まあ、日本人とそれから多くの台湾人のやっぱりみんなの力なんですよ。だからこれからもね、こういう一つの中国というものを日本人と台湾人が一緒になって、こう一つの中国のプロパガンダを打ち破っていく、いかざるをいかなくてはならない。そのためには民間だけじゃなくて、まあ、台湾政府は動きましたけども、日本政府また動いてもらわなきゃ困るわけですね。はい、まあ、いろんなことを今回、速やかに、ね、国会としか直してくれたんだけども、そんな中でもいろんなことを考えさせられましたよね。はいはい、エリカさん、こういうのを見て、まあ、今回どう思いますか。まあ、この前のその、まあ、チャンネルの孫見て正直びっくりしました。はい、まあ、その後、まあ、怒り浸透としか言えない。そうだね、なんかこうあれ、日本っていう国の中でもいまだこの非常識な団体でいるのか、この表記正直ちょっと見たことない。初めてそれを見てなんか嫌がらせかと思って。本当ですね、なんか中国からいくらぐらいもらってるのって正直やっぱりそう思ってしまうところがあって、まあでも、なんだろう、要は国の政府機関なので、もうちょっとその辺知識あると思うんですよね。特に政府機関なので、やっぱり台湾と中国今、こういった状況なので、とか多分一番分かってるはずなのに、もうちょっとその辺ちゃんと正しい判断をしてほしいのと、あと台湾の人も黙ってないで、こういった抗議すべきことはやっぱり堂々と抗議しても、民間 の国民だけではなくて、国政府も先頭に立ってね、抗議しないと変わらないのかなと思います。そうですね、はいはい、まあ、本当に今回台湾も政府も民間も、ね、動いたんでね、やっぱり声を上げていかないとね、みんな気づかないんでね。はい、今までやっぱり台湾は国際社会で孤立していたこともあって、日本政府がそういうバカなことやってもね、強く言えないところがあってそうなんですよ。まあ、もうこれからね、ガンガン言えばね、そしたら今回のように日本の政府機関だという目は覚ますし、多くの国民も助けるわけなんでね、ぜひ声を上げていただきたい。それから日本政府の、まあ、今回この低たらくというものを今日お話ししましたけども、いや、まだまだ解決しなきゃならない他の問題もあります。例えば文部科学省が子どもたちが使う教科書で、この台湾を中華人民共和国扱いせよと教科書代わりに指導して、はい、その結果日本の教科書、子どもたちが使う小中高の社会科教科書、台湾が中華人民共和国の領土になってるんですよね。これこの国会図書館のホームページ問題どこじゃないんです。はい、こういったこともやっぱり直していかなきゃいけない、ということですね。そういうわけで文科省も国会図書館に見習いと、まあ、そういうことを言っていきたいと思いますよね。はい、そうですね。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。今日は時間となりました。これで失礼します。どうもありがとうございました。ありがとうございました。